どういう意図で面接官に聞いてるかというと、自己分析ももうやんなくていいと思います。自己分析って自分たちもよく分からなくないですか。かっこいいっていう主観って誰にも否定できないじゃないですか。どうも、しゅんです。こんにちは。今回はノーカットの面接企画ということで、実際の就活生と岡本さんに来ていただいてます。よろしくお願いします。今回の就活生の方も簡単な自己紹介をお願いします。はい、熱海の学園女子大学マネジメント学部マネジメント学科4年の松本美穂と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今の就活の状況をお伺いしてもいいですか。就活の状況としては、最初の頃金融業界を志望していたんですけども、全てエントリーシートの段階で落ちてしまって、最近は IT 企業にシフト転移して見ております。今のところ第一志望のところはエントリーシートを取って、それ以外はまだこれからエントリーシートを出すという段階です。ちなみに IT 企業の中で職種としてはエンジニアを目指しているっていう、はい、そうなんですね。ちなみに就活はいつから始めたんですか。就活はいろいろ調べたり情報を見てたのは3年生の12月から始めてはいたんですけど、本格的に動き出すのが3年生の2月の終わり頃で、そこからちゃんと動き出したという感じです。結構います。まだ全然就活してる人も周りに。そうですね、まだ泣いてもらってない人も結構いて、でもニュースとかで見るともう6割方内定が取れたと聞くので、ちょっと焦っております。勇気を出して応募エントリーしていただいてありがとうございます。今回はその IT 企業の採用責任者として岡本さんには振る舞っていただけたらなと思います。はい、かしこまりました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまず自己紹介からお願いします。はい、熱海学園女子大学マネジメント学部マネジメント学科の松本美穂と申します。私の強みといたしましては、どのようなことにも関心を持ち、納得のいくまで追求し続ける探究心です。私は幼い頃から音楽に関心があり、歌や踊りにも挑戦してきました。高校生の頃にはギターを始め、演奏するだけではなく聴くことでより音楽を楽しめるのではないかと思い始めました。しかしゼロからのスタートで独学だったため、ぶつかってしまう壁は多く、1年間毎日練習してもなかなか技術は向上しませんでした。そこでギターの知識がある友人に悪い点を聞きに行って徹底的に改善したり、ギターの先生を紹介していただいて基礎から練習し直すなどをして練習方法の改善を行いました。その結果、どのような曲でも弾けるようになり、大学では軽音楽部に所属し3年間ギター担当として活躍することができました。この経験を通して私はどのような壁にぶつかってしまっても技術向上を怠らないシステムエンジニアとして御社に貢献したいと思っております。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では自己紹介に続きまして、学生時代頑張ったことあれば教えてください。はい、はい、私が学生時代頑張ったことは、大学で軽音楽部に所属し、退部者をゼロにしたことです。で、当部は入部者も例年約3割が集まらないという理由で退部しておりました。その原因としては、バンドごとの活動が多く全体の活動が少なかったため、バンドに馴染めないことが原因でした。そこで幹部で話し合いを行い、部活の活動方針の改善を行いました。今まで個々の活動だったところを全体活動を増やそうと試みましたが、新型コロナウイルスの影響でオンラインでしか活動することができなくて、そのため Zoom でオンライン交流会を開き、部員同士の交流を深めようとしました。しかし部員は発言することに慣れていない人が多く、なかなか交流が深まらなかったため、ゲームなどを開催するなどして交流を深めようとしました。その結果、部員同士の交流が深まり、つまらないという部分を改善することで退部者をゼロにすることができました。この経験から私は周りを巻き込み問題を解決する大切さを学びました。以上です。かしこまりました。ありがとうございます。それではもう少し伺いたいなと思うんですけれども、はい、その、学生時代頑張ったことで、はい、その軽音楽部の中で、はい、どういう役割をされてたのか、はい、詳しく教えてもらっていいですか。はい、私は部長を務めておりました。その理由としては、前回
の部長さんからの推薦が強くて、私自身もリーダーという役割はあまりしたことなかったんですけども、成長するためにも新しいことに挑戦したいなと思い部長を務めました。かしこまりました。その部長として何人ぐらいの組織だったんですか？40人くらいです、ね、あ、結構多いですね。はい、の40人の組織を求める中で、はい、一番大変だったことって何ですか？一番大変だったこと、そうですね、全体で集まる機会って本当に少なかったので、うん、皆さんが部員たちがどのようなことを普段思って活動しているのかとか、普段の練習風景とかを把握することができなかったので、うん、なかなかそのレベルが高いバンドとレベルがそのあまり向上しなかったバンドとあるんですけど、うん、どこからの差でそこまで差ができてしまったのかが把握するのがすごく難しかった、うんうん、どうやってそこを把握したんですか？そことしては全体活動を増やしたことで、より先輩との親しみやすさを持ってもらって、私からこう悩みを聞きに行ったり、どういうところが難しいかとかいうのを聞いて、うんうん、で把握するようにしました。かしこまりました、ありがとうございます、はい、では就活について伺えればなというふうに思うんですけど、はい、就活は今まで、いつぐらいから就活始めたんでしたっけ？3年生の2月終わりぐらいから就活を始めました、うん、かしこまりました。そこは2月から今、現在のだと、まあ5ヶ月6ヶ月ぐらい就活されていると思うんですけども、はい、どういうふうに就活進めているか教えてください、はい、そうですね、2月終わりの頃はまず自分が行きたい企業さんの説明会とかを聞いたりだとか、うん、あと自己分析をする機会でもあったと思うので、自分がどういった業種に行きたいかとか、自分がどういった業界に行きたいかなどを見つめ合う期間としました、うん、4月、5月は金融をメインに見ていて、はい、エントリーシートを出したりだとか面接を受けたりだとかはしていたんですけども、どこも落ちてしまったので、うんうん、6月から少しシフトチェンジをして他の業界をいろいろ見るようになってました、うんうん、その結果 IT 企業にすごく興味を持って、うんうん、システムエンジニアっていう職種にもすごく興味を持ったので、そちらの方面で就職活動をするようにしました。ありがとうございます、はい、またいくつか伺えればと思うんですけど、はい、最初 4,5 月に金融をメインに見ていたってことなんですけど、はい、なんでその金融業界をメインに見ようと思ったんですか？金融業界をメインに見たと、メインに見た理由としては、まず私の就活の軸である仕事を通じて社会を支えたいという思いがあったため、金融って人々にとってはとても大事で当たり前の存在だと思うんですよ、うん、はい、そのため人々には欠かせないものを自分が携わることで人々を支えられるのではないかと思い志望しておりました。うんうん、かしこまりました、ありがとうございます。そこからこう IT 業界に切り替えたっていうのは、はい、数ある業界の中で IT 業界を選んでくれたっていうのはどういったところが理由になるんですか？はい、IT 業界を選んだ理由としては、インターネットが現在すごく当たり前というか普及されている時代で、うんうん、新型コロナウイルスの影響で特に Zoom などを使用して特により身近なものとなったため、うん、その業界に携わることで自分もその人々に当たり前となったものを作り、大丈夫ですよ、すみません、はい、当たり前となったものを作り、自分も社会を支えられるのではないかと思い志望するようになりました、うん、かしこまりました。就活の軸自体は、はい、その就活当初始めていた仕事を通じて社会を支えたいというところと、はい、
変わっていないんですか？それとも何か就活を経てこうブラッシュアップされたり変わった部分とかってあるんですか？就活の軸である社会を仕事を通じて社会を伝えたいという部分は変わっていないんですけども、うん、もう一つ加わったことがありまして、うん、具体的な、まあ、自分で目に見えるスキルを身につけたいという思いが生まれました、うんうん、それは何で生まれたんですか？そうですね、これは私の幼い頃からの経験になるんですけども、ダンスや歌とかギターを身につけることで音楽を楽しめるという点もあったんですけど、自分の自信にもつながるという点があったので、うん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 、目に見えるスキルを身につけることで自分の自信につなげるためにもシステムエンジニアを目指したいと思います、うんうんうんはい、かしこまりました、ありがとうございます。ちなみにその今 IT 業界でそのシステムエンジニアを目指しているじゃないですか、はい、実際にシステムエンジニアになるために具体的に何か行動することってありますか？そうですか、今具体的に行動していることはないんですけれども、普段からプログラミング言語を見るようにしたりだとか、うんうんうん、入社した時のために自分の成長をすぐできるように勉強はしております。そういう意味だと具体的に行動しているということなんですかね。プログラミング言語を見ているというのはどういうことなんですか？そうですね、最近は最近の出来事なので、最近は行動しております。どんな行動してるんですか？そうです、プログラミングの言語を見たりだとか、実際にシステムを作ったりまではいかないんですけども、うん、知人にシステムエンジニアがいるので、あまりその他社の仕事を見るのは良くないんですけども、はい、横で勉強させていただいたりだとか、うん、そういうことはしております。かしこまりました。大体1日どれぐらい、いつぐらいから始めて1日どれぐらい勉強してるんですか？そうですね、6月中旬から始めまして、週に 2,3 日ぐらいですね。 2,3 日ぐらい、はい、それとも1日何時間ぐらいやるんですか？1日ですと1時間ぐらいですね。うんうんうん、はい、かしこまりました、ありがとうございます、はい、以上で面接は終了となります。ありがとうございました。ありがとうございました。どうでしたか？だいぶ緊張してしまって、言いたいこととかうまく言えなくて、対面難しいなって。難しいですよね。ちなみに今面接 IT 企業の採用担当者だったとしたらどうしますか？落とすポイントはいくつかありました。でもそこはちゃんと攻略できるポイントなので、はい、このフィードバック聞けば次からそこのポイントが落ちなくなると思います、はい、じゃあフィードバックしていこうと思います、はい、お願いします。最初の自己紹介やってみていかがでした？はい、緊張してしまって、だいぶカンペみたいな、もう丸コピー覚えたまんま言ってしまったなっていう点はありました、うん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 、内容とかはすごいしっかり作り込まれてて準備してくれたんだなっていうのが伝わってきたんですけど、すごいもったいないのが、すごく準備したことを言ってくれてるなっていう印象を聞いて感じたのがあるので、自己紹介ってさっき多分2分ぐらい通ったら話してくれたんじゃないかなと思うんですけど、もっと短くて全然よくて、その強みだったりとか、その過去頑張ってきたことっていうのは面接官にこう後で詳しく教えてほしいなと思ってるんですよ。 でも最初の自己紹介で全部言われてしまうと聞くことなくなっちゃうみたいなっていう風になっちゃうと、すごいもったいないなっていう風に思うんで、もっともっと要点絞って、まあ、45秒ぐらいとかあっさりすぎるぐらいで終わらせちゃって OK かなっていうふうに思います。それだともう一つポイントありまして、これ結構重要なポイントなんですけど、終わった後のフィードバックだと笑顔が出ていて表情めちゃくちゃいいんですけど、面接モードに入るとすごい真面目な顔して話してくれるんですよ。これもめちゃくちゃもったいなくて、就活って受かるか落ちるかみたいなのが大きく影響あるのが、何を話すかよりもですね、どんな顔して話してるか、これの方がめちゃくちゃ影響が大きくて、ニコニコしたら受かるし、真面目な顔して真面目な話すると落ちるっていう、こういう分かれ道があるんですよ。自己PR のところ、
軽音楽部での経験の話をしてくれたんですけれども、途中で聞いたら、それ部長として部を変える役割としての一番責任を負うポジションでそれをやりきっていたっていうのは、部長って言ってなかったですね、多分最初。言い忘れました。あ、そう、忘れちゃったんですね。あ、だから、もともと言う予定だったんで、思ってたんですけど、やったことの中で、横にいるだけだった人と、一番前に立ってやってる人って、全然そこの経験で身につけてることってだいぶ違くなってくるときに、部長としてやったのならば、それ言ってくれた方が、そのエピソードにもっともっと入っていけるから、せっかくやってるんだったら言った方がいいなっていうのが、思ったのと、はい、あとそれがどれぐらいのインパクトのあることなのかっていうときに、はい、何人の規模だったんですかって聞いたじゃないですか、はい、それも例えば5人のチームをやってるのか、はい、10人なのか、40人やってるのかってだいぶ違うことになるので、はい、人数40人ってかなり多くの人数をまとめているのであれば、そこも定量的に40人の組織だったんですけどっていうところを言った方が良いなっていうふうに思いました。ここちょっと難易度が高いフィードバックになるんですけれども、はい、部長であるとすると、その部のゴールを達成する役割を担っている人になると思うんですね、はい、っていう時に軽音楽部っていう組織が何を目指していたのかなっていうのを聞いててちょっと思って、音楽を楽しむっていうことだと思うんですけれども、はい、音楽を楽しむとか何かの大会で優勝するとか何かしらの目的があると思うんですけれども、はい、その目的に沿ってないような気がしてしまったんですね、エピソードを聞いた時。どういうところかっていうと、目的はメンバーを辞めさせないことを目的にしていた行動で、軽音楽部として音楽を通じた行動ではなくて、ゲームをしてコミュニケーションを取るという手段を取っていたので、それって軽音楽部のやることなのかなってちょっと私は聞いて思ったんですよ。ゲームをすることが悪いと思ってないんですけど、それによって辞める人が減って、何個バンドができる状態にしたかったから、辞められちゃうとできないから、そうすることによって何バンドが揃ったイベントができましたとか、その軽音楽部としての活動に紐づくような、行動になってると、より部署として役割を果たした人なんだなっていうふうに感じるので、はい、部のトップとしてっていうところの気持ちがあるような要素があるといいなって思います、はい、ちなみにそういうのがあったりします？タイム差が出てしまうと、バンドにも担当が欠けてしまうっていうことが出てしまうので、うんうんうん、ライブが行えないっていうことが結構今まであったんですよ、うんうんうん、そうすると音楽を楽しめないじゃないですか、うんうんうん、それをなくすためにこの改善を行いました。めちゃくちゃいいじゃないですかっていうのを部長として部の存続に関わる要素だったので、はい、そこを自分はどうにか解決しようという決意をして取り組みました、はい、っていうところを言っていただけると、なんでかというと、で軽音楽部は全くの音楽素人の方とかも多かったと思うんですね、はい、だから音楽って最初にやってすぐ楽しめるというのは、はい、一定期間を経て自分が思うような、はい、好きな曲が弾けるように楽しくなるっていう、はい、この時間がかかるものじゃないですか、はい、っていうものだから、そこを乗り越えるまでの期間いてもらうためには音楽やれやれって言ってもうまくいかないってことは分かっていたので、私はまずそれ以外の手段から入ることでというふうに考え、ゲームを選んで、その期間ゲームやりつつもコミュニケーションを取りながら音楽に触れてもらう期間を伸ばしたことによって音楽を楽しめるところまでみんなたどり着けたので、やめないっていうことが達成できましたみたいな感じのことを言ってくれると、すごくやるべきこととこう紐づいた問題を解決するための論理的な思考ができる人なんだなっていうのが伝わってきて、より良くなるなと思いました。次の就活のところ、初期段階で自分が何やりたいのかっていうようなところで、で4、5月は金を見ていて、で6月から IT を見ていくようなところの流れの部分になったんですけれども、はい、まずポイントとしてですね、就職活動の軸のところで、仕事を通じて社会を支えたいというふうなことだったんですけれども、はい、就職活動の面接として伝えるにはどうなのかっていうと、もうちょっと絞っていくとより良くなるかなっていうふうに感じました。面接で聞かれる就職活動の軸、どういう意図で面接官に聞いてるかというと、いろんな企業が無数にある中で、あなたはどの範囲を受けてますかっていうことを知りたいっていうのが就活の軸なんですよ。それを聞いたときに、ああ、だからこの枠の中に入ってるうちの会社を受けてるんだねっていうふうに伝わると、うんうんうんってなる。志望動機との違いは何かっていうと、この枠の中のここが御社で最高ですよねっていうのが志望動機になるっていう、こんなイメージです。軸と志望動機の違いっていうところですと。じゃあその軸としての役割を果たしているかっていうところが大きいかどうかの見るポイントなんですけれども、おっしゃっていただいた軸っていうのが仕事を通じて社会を支えたい、はい、ちなみに社会を支えない仕事ってどんなものになると思います？多分ないんですよ。そう、お金をもらってやってほしいっていう人がいる仕事って、どんな仕事であっても社会を支える一端を担っているっていう風な時に、今の軸って全ての会社に当てはまるんですよ。全ての会社に当てはまるってことを言われると、つまりうちじゃなくてもいいのかなって思っちゃうんですね。今はそこがすごい広い状態なんで、もう一段階掘り下げた軸になっていくとより良くなります。
っていう意味で言うと、はい、後半の部分で聞いた部分、そこは、ベースの軸は変わってないけど、そこからさらにスキルを身につけていきたいと思うようになったっていうのが変わったって言ってくれたじゃないですか、はいはい、こうなると全ての中からスキルが身につく仕事なんだなっていうふうになるんで、ちょっと絞れるんですよ、はい、そういう意味でいくと第2段階では良くなったんですけれども、その第1段階の金融を受けた時、はい、なぜ落ちたかっていうと、はい、そこが広すぎたっていう部分があったりします。金融業界って入った後に配属されるポジションの営業なんですよ。金融の営業ってどういう仕事かっていうと、結構ゴリゴリに数字を追っていく仕事になるんですね、はい、っていう時に採用企業何を考えたかっていうと、採用した人は営業で絶対のまま達成します、売ってきますっていう人を採用したいと思ってるんですね。支えたいんですっていう風な人が来た時に、はい、めちゃくちゃ数字を追っていくっていう時に、はい、ちょっと辛いって思っちゃうんじゃないかな、煮詰まってなるんじゃないかなって思うと、はい、長く働いてくれる人採用したいなと思ってるんで、それでお見送りになってしまったっていうような可能性とかがあるので、はい、金融商店の仕事になったら、そのガンガン営業しますよっていうふうなところで、私もう数字めっちゃ出しますよっていう雰囲気で、軸もガチッと固まってると通過しやすくなるっていうところだったんですけれども、じゃあそういうふうにしてたらよかったかっていうと、別に私そんなことは思っていなくて、今 IT 業界を目指して新しい方向を進んでるっていう、この変化してるってこと自体が素晴らしいことだと思うので、金融行ってないとそもそも IT っていうところに行きつけなかったと思いますし、そこ自体は全然OKかなと思うんですけど、さあそこから今の IT の軸って言った時にどうなのかっていうと、もう一段階掘り下げてもいいかなって思いました。スキルつかない仕事って今度なんだろうっていうと、それもめちゃくちゃ少ないと思うんですよスキルって言うとエンジニアって思い浮かびやすいですけれども、もっともっと絞っていくんだったら、スキルがつく仕事たくさんある中で、なぜ私は IT のエンジニアやりたいんだろうかっていうところを掘っていくと、軸としてよりバチッと IT に刺さるものになっていくんじゃないかなっていうふうに思います。例えばそこの要素自体はさっき話をしてくれていて、はい、インターネットが当たり前になっているであったりとか、やっぱりそれがないと社会成り立たなくなっているとか、うん、IT どん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 これからも広がっていくであったりとか、うん、そういう部分ってこう思ってたりとか言ったりしてくれてたと思うんですけれども、はい、IT に関わるものの業界でスキルをつけたいというと、はいはい、IT 業界でスキルつける仕事だったらエンジニアだなとかっていうふうにつながりやすくなるので、はい、その要素っていうところを軸っていう部分になったら、まあ、どの仕事でも全部社会を支えるから、それはあえて言わなくてもいいや、支える中であえて面接で言うんだったら、自分はこういう背景でスキルをつけていきたい、でつけていくんだとしたら、その中でもこういう領域のスキルをつけていくことが自分の将来を考えるに必要だと思う、はい、だから IT 業界のエンジニアを目指してねっていうところまでズバッと言えると、軸として入ってくる感じですね。ただその軸ができた時にですね、私が確認してたのは、具体的に何をやってますかっていうのを、はい、これが結構キラークエスチョンで、はい、3ステップありまして、1つ目のステップって何かっていうと、はい、別に何もやりたくないしどうでもいいですっていうのがステップ1なんですよステップ2が何かっていうと、はい、私はこれがやりたいんですっていうのを言葉で言える。ステップ3が何かっていうと、それを行動に移してるって状態なんですよ。本当にやりたいと思ってる人って、はい、言うだけじゃなくて行動するんですね。その度合いがどれぐらいなのかっていうのを知りたいんで、はい、何をやってるのかっていう行動を聞いて、最初やってないって言ってたけど、あ、やってるんじゃないかなと思ったんで掘ったんですよ。あ、そうなんです。で、あ、やってるじゃんと思ったんですけど、はい、でも週に 2,3 日1回1時間ってことは、はい、週に 2,3 時間ぐらいか、週に 2,3 時間ぐらいっていうのは、やりたい気持ちって実はこんぐらいなのかなっていう判断をここでされてしまうんですね。これがめちゃくちゃ思ったね。だってやりたいじゃないですか。じゃあ今から毎日10時間やればそうしたら本気がすごい伝わるんですね、はい、起きてる時間ずっとやってます、就活の以外の時間ずっとやってますとか、まだ勉強始めて2週間ですけど、はい、ここまでやりましたとか。それって嘘ついたらダメなんですか。私はですね、嘘はつかないでほしいなと思うんですよで、これなんでかというと、正直受かるためにうまく話すっていうのだったら、私エンジニアの勉強してないですけど、やってる風に話すことできます。プロゲートを始めて今どこまで行きましたとかっていうのは、大体調べたらこの期間でこんぐらい進捗あったらすごいって思われるだろうなって分かるので、ハックの仕様はあるんですけども、やっぱり大事なことっていうのは、内定を取ることも大事なんですけれども、そこから先に就職した後の方がすごく大事で、うん、でファーストキャリアって私本当に大事だと思うんですね、うん、それで社会人生が決まるという過言ではない、うん、そういうすごく大事なファーストキャリアによって、やっぱりちゃんと自分に合ってる仕事だったり、それを続けていきたいと思える仕事を選ぶんだったら、プレ体験である勉強っていうのはやった方が多分得なんですよ。やって違うと思ったら、合わない仕事1個見つかったらラッキーなんですね。勉強して、あ、これ続けたいなと思って入ったらどうなるかって言ったら、ミスマッチにならないからバッチリな就活なんですよ。だったら勉強しない理由って多分あんまなくて、はい、ちなみに他の時間は何されてるんですか。他の時間は
最近はもうほぼ毎日に説明会聞いて、企業分析して、エントリーシート出して、BI の勉強してっていうルーティンなんですけど、土日は完全に休む日にしてしまって、リフレッシュで出かけたりとか。削るとしたら企業分析とか削っちゃってもいいかもしれないですね。結局どういう人が採用されるかっていうとですね、エンジニアで A 社で活躍できるエンジニア、はい、B 社で活躍できるエンジニア、はい、めちゃくちゃ違いがあるかっていうと、はい、優秀なエンジニアってどこでもすごい活躍するんですよ、はい、っていう時に、はい、企業が求める人ってエンジニアリングの能力が高くて活躍してくれそうな人であれば、はい、ぜひ来てきてっていう感じなんですよそういう人になる方が早い。100社で IT 企業全部に詳しくなることよりも、はい、100社から求められるようなエンジニアの金卵になる方が汎用性が高い、はい、自分の人生にもずっと使える、はい、これからエンジニアとして生きるのであれば、はい、いろんな会社の何をやってるかを知るよりも IT 企業自分のエンジニアリングのスキルを高めた方が将来に生きるものになるので、はい、そっちの方がそのエネルギー時間を投資するのに適した方向性かなと思います、はい、あともう一本は自己分析ももうやらなくていいと思います。自己分析って自分たちでもよく分からなくないですか。どこが終わりなのかもわからなくて。そうなんですよ。今のがめちゃくちゃ答えで、自分のことを知るっていう自己分析じゃないですか、はい、それって就活の時だけにやることじゃなくて、はい、人生をかけてずっとやっていくことだと思うんですよ、はい、それってどういう時にアップデートされるかっていうとですね、はい、自分とずっと自分の中を向き合ってる時じゃなくて、はい、自分の殻を破るようなその外に出るような経験を積んだ時に、はい、今までの自分よりも広がって振り返った時に、今まで高さここぐらいまでしか自分は成長してなかったこの範囲しか見えないけれども、はい、どん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 経験積んで成長していくと、高いところに行くから遠くまで見えるようになったな、この遠くまで見えるようになると自分の中で近いところしか見て選んでなかったけど、こっちをやってみても自分にいいかもしれない、やりたいと思える頑張ろうっていう風になるのって新しい経験積むからなんですよ。でも経験を積まないで自分の中ばったりこの狭い中を見て何が見つかるかっていうと、今までも結構やったじゃないですか、もう多分見つかってるんですよ。今の範囲が見つかってるんで、だから殻を破る上に進むようなそういうことした方が自分の中から進めるんじゃないかなと思います。わかりました。ありがとうございます。エンジニアと松本さんの思考性めっちゃ真逆だなって普通に話聞いて思ったんですけど、なんでエンジニアになりたいんですか？本当に本音で言っていいですか？いいですよ。わかんない、言える範囲で。自分がかっこいいと思える仕事をしたくて、うんうん、いいじゃないですか。それを考えたときに、システムエンジニアって縁の下の力持ちっていうイメージがあって、すごくかっこいいなって思ったんです、うんうん、だからなりたいなって思いました。うん、そういうのから始まりますもんね、はい、なんでエンジニアなんですかって言われたら最初にそれ言った方がいいです、うん、かっこいいっていう主観って誰にも否定できないじゃないですか。でそのかっこいい自分になるために、はい、でそうなりたいと思ったから友達のエンジニアにどういう仕事なのって聞いたら、はい、やっぱかっこいいなと思った、はい、自分もそう働いてからかっこいい自分自身を誇れる人になりたいと思って、はい、エンジニアになりたいと思った、だから今こういうふうに行動して勉強してます、私は入社してからもやり続けます、つまり私今買い置きですよねっていうふうな数ヶ月やると上がると思います、はい、ということで模擬面接をしていただいたと思うんですが、これからまだ半年以上あると思うので、はい、最後に就職活動頑張っていただけたらと思います、はい、うずうずの岡本さんのチャンネルが下の概要にあるので、よかったらチャンネル登録お願いします。ということで本日はありがとうございました。ありがとうございました。面接お疲れ様でした。ありがとうございます。どうでしたか、感想として。対面の面接がやったことなかったのですごく緊張しました。手応え的には。緊張しすぎて事前に考えたこととか自分の思いとか全然伝えられなかったので、もっと言語化をできるように頑張りたいと思います。うん、今後の就職活動の意気込みを聞いてもいいですか。私の中で結構まだ6月に IT 切り替えたばっかってっていうのもあって、まだちゃんと明確な動機とかちゃんとした思いがまだできていないので、もっと自分と見つめ合っていろいろ考え直したいと思っています。頑張ります。頑張ってください、はい、まだ全然時間はあると思うので。ありがとうございます。就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。